とりあえず、兄嫁に家を取られました。兄52歳、うつ病。兄嫁48歳。私44歳、独身男。私は独身なので実家で暮らしてたのですが、母親は他界。父親も、結構足腰が弱くなってきたので、家をバリアフリーにして建て直しました。土地は父親名義だったのですが、上物は、弟である私が、すべてお金を出しました。北海道の田舎なので、土地はかなり安いですが、上物は、注文住宅で、同級生を、フルに使い付き勝手に建てました。その家、隣町に住んでいる兄嫁が、委託気に入り脳内お花畑に、兄はうつ病なので、空気状態。父親が、存命の時に、話し合いで、自分が家を相続すると決まったはずが、5年ほどで父親が亡くなった途端に手のひら返しで大騒ぎ。かなり揉めたのですが、結果、私の心が折れて持っていかれました。私は土建屋なので、かなり改造した家で、同級生と悪乗りして作った家だったので、悔しさもひとしおでした。ここから復讐です。自分の趣味で建てたような家なので、この先何があっても文句を言わない。建築屋にも一切クレームをつけない。違法建築でも文句を言わない等の念書を交わし、家を明け渡しました。この家、実は秘密の地下室があるのです。広さは約15畳防音設計で、趣味のプラモデルと本のために作った部屋でした。換気扇とエアコンはあるのですが雪国なので雪が吹き込まないようにレンガを隙間を開けて積んでその上にガーデニング用の鉢置きを作って隠してあるので分かりにくいです。コーヒーを入れる程度の小さい流しと水道はありますが排水は電気ポンプです。入り口は防音扉の真上から作り付けのクローゼットをはめ込みました。玄関ホールのクローゼットの扉を開けて、クローゼットの背番を右にスライドさせると、防音扉が現れる仕組みにしました。兄嫁は、前々から、プラモデル等の趣味を快く思っていない節があったので、2階の部屋を、カムフラージュの私部屋にして、実際は地下室に入り浸りでした。北国の方ならほどけると思いますが、数日間を開ける際には、水道の水を落とします。落とす際には、水道の蛇口を全開にして、元栓を閉めます。引っ越して水を使うには、元栓を開きます。すべての蛇口から、勢いよく水が出ます。配電盤を別にしてある地下室の排水ポンプは、電源を抜いてあります。明け渡しの際に、水落ちとしてあるから気をつけて、とだけ告げてきました。排水のできない地下室で、水道が、じゃんじゃん水を出し続ける。地下プール地獄。しかも防音。もう引っ越しして、2ヶ月ちょい経ちますが、まだ騒ぎが起きてないので、気づいてないようです。内心気づかれたかと思って、ドキドキしながら何度か家の裏に、シューって見てみたら、2ヶ月ほどで、ようやく、地下換気扇のシャッターの隙間からどう見ても、不自然な量の水と氷が、1、2週間で溢れてくるかと思ったのですが、2ヶ月かかりました。続報というか、その後のお話です。時期とかは、適当にフェイク入れていたので、以前書き込んだ内容とは、細かく見ると違いがあるかもしれませんがご容赦ください。さすがに水道代がかさみすぎたみたいで、不審に思った兄嫁が、家を建てた業者一覧から、私の同級生のところに調査依頼が来ました。私と相談の結果、バレたら面白くないとの結論に至り、地下室への給水を8割ほど減らしすべての水道蛇口に節水コマの設置。体の不自由だった父親の唯一の楽しみだった介護用の大きなお風呂の浴槽に、湯張りを半分にしたらどうか?のアドバイスをして、また放置にしました。その結果、これは私も失念してたのですが、その家にはセントラルヒーティングで、誰もいない地下リゾートプールの水中で一生懸命暖房が働いて、
見事に数ヶ月かけて水が腐りました隠し扉は防音仕様とはいえ、わずかな隙間から立ち上る凄まじいトブの臭いにはびっくりしました。隠し扉を隠してあるのはウォークインクローゼットの中だったので洋服は全滅でしょう。ですが人間の鼻とはいい加減なもので、そこに住んでいる人はそれほど気にしていないようでした。当時のいざこざ以来兄の家からは遠ざかっていたのですが、父親の法要にはどうしても思い出の家に上がり込まなくてはいけないのでお邪魔してきましたが、親戚はみんないざこざの内容を知っていたので家のことには触れないようにしていたのですが、あまりにひどい悪臭と立ち込める湿気と湿気が原因であちこち剥がれかかった壁紙クロス、防カビクロスは使っていたのですが、見えないところでカビが育っているのか、カビの臭いもひどかったです。法要で集まった親戚一同もさすがに辟易したのか、長男嫁として張り切っていた法要後の食事会もたくさんのケータリングでしたが、ほとんどの人が手をつけずに逃げるように帰っていきました。ケータリングの受け取りで、なぜか私が受け取り、係に任命されていたので、家で一人きりになったので、その隙に地下室が今どうなっているのか、携帯のライトを片手に隠し、扉を開いてみると奥までは見通せなかったのですが、水が思ったより濁っていて、床板のフローリングがすべて剥がれてぷかぷか浮いていました。謎の生き物が生まれていたら怖いので、すぐさま扉を閉じて、私もできるだけ早く帰りました。親戚一同の帰りの足として、ジジババの送迎をしたのですが、皆さん口を揃えて、私ちゃんが住んでいた時は、綺麗に住んでいたのにね、といろいろ言いたいようでした。送迎が必要な年寄りをすべて送り終えた後に、私も、帰る旨を伝えた際に客間いっぱいに広げたたくさんの余ったケータリング弁当とオードブルをお土産で持って行ってほしいと言われたのですが、いや結構ですときっぱり断り、後ろ手で扉を閉めた時、扉の向こうから泣きわめく兄嫁の声が聞こえたので少し気分が晴れました。